さあ一緒です。それじゃあ今日も今日とてポケットモンスタースカーレットバイオレット遊んでいきたいと思います。本日は検証動画です。その内容はですね、スターダンアジトゲートを通らず門番にバレないように潜入できるかどうかというのをやっていきたいと思います。じゃあまずちょっとだけスターダンについて説明したいと思います。本作はですね、メインストーリーが3つありまして、その中の1つ、スターダストストーリーに関わる検証動画ですね。このスターダストストーリーっていうのはですね、スターダンっていう、まあ、不良が各地にアジトを作ってるんですよ。そのアジトが計5つあるんですが、そのアジトにはですね、アジトの部下とそのアジトのリーダーがいて、そのリーダーを倒すためにはまずアジトのゲートに行って、ゲートの門番を倒して、ゲートのゴングを鳴らして、そこでゲートからあのアジトの部下たちがいっぱいわらわら出てきて、そいつらを勝ち込んで押しのけて、やっとボスと戦えるんですよね。でももしそのゲートから正面突破、正々堂々挑まなくても、どっかから潜入できちゃえば、あ、簡単にやれるんじゃない？というのがね、本日この検証をやってみようと思った理由ですね。それじゃあ早速検証の方に行ってみましょうか。クイッ、前方ご覧いただけるでしょうか。本日はあちらのアジトにお邪魔しようかなと思います。アジトの場所はですね、この印の木立っていうところにある、ここのアジトですね。毒使いのアジトらしいっすね。いいんじゃない？で、こうやって正々堂々をこのゲートから門番倒していっちゃうと、ちゃんとしたバトルが始まっちゃうんで、俺はそれが嫌だ。俺は安全に行きたい。だからさ、ここ見て、ゲートね、めちゃくちゃ低いんですよ、これ。めっちゃゲート低いから、これ飛び越えられるんじゃない？そう思いません？だから飛んじゃおう。これバレないように、こっそり、これ見られてないね。見られてないね。これ見られてないね。よーし、行くぞ！おい！雨も降ってきた。ちょうどいいタイミング。え？ピーガガガ。アジト敷地内に勝手に入るのは禁止ですた。え？ダメなの？入り口のゴングを鳴らして正々堂々勝ち込んでください。なんか不良に正々堂々勝ち込んでくださいとか言われんの嫌だな。なんかしっかり怒られた。しっかり怒られたね。どうやらやっぱアジトはどこかから侵入するんじゃなくて、正々堂々門から行かなきゃいけないらしいね。じゃないとこうやって入ろうとするとしっかり怒られるようですね。今回はスターダンのアジト、正面から行かずこっそり潜入したらどうなるのかという検証をしてみました。いやダメだった。あいつら意外としっかりしてる。いい子なんでしょうね。ということですね、これからもポケットモンスタースカーレットバイオレットの面白い動画、ためになる動画をね、いっぱい上げていこうと思うので、もしよかったら本日の動画高評価ポチポチとよろしくお願いします。そしてもしよろしければさらにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。いや今日深夜から思いっきりポケモンやっちゃったから、今めちゃくちゃもっとポケモンがやりたくてやりたくて鼻血出そうです。それじゃあ今からポケモンやるんで、皆さん今日はここまでにしましょう。本当にありがとうございました。バイバーイ。